発見ツイッター探偵団。今話題のツイッターをピックアップしてご紹介する番組です。2月12日月曜日、22時となりました。探偵団の皆さん、今晩もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日もお相手は副団長、中野区議会議員吉田浩一郎さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。そして MC は探偵団団長、長尾隆前衆議院議員です。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。3連休最終日ということで、私は今博多におります。昨日も博多にいまして、で昨日の午前中は佐賀県の唐津市で、2月11日、建国記念の日、紀元節、この建国祭で記念公演をちょっとさせていただきました。久しぶりに九州の衆参両院の国会議員の皆さんも来ておられて、県議会議員やまた市議会議員の皆さんなんかね、ちょっと久しぶりにそういう空気を吸いましたが、たっぷりと1時間、45分くっちゃべってまいりました。3連休はどうお過ごしでいらっしゃいましたか、副団長は。はい、この3連休はもうすぐ自分のですね、予算の議会の一般質問とかですね、その次の、準備があるので、それをやっていたのと、地元さすがにですね、新年会シーズンが終わっていろんなこの、思いつきをいただいて、たっぷり宿題いただいていたのでですね、その一生懸命地元を回ってそれをやっておりました。でその中でですね、これちょっと男女にも関係あることが夏のイベントが早々に決まったようで、そのお話を聞いてやろうじゃないか。はい、そして回っている間にですね、中野の民謡連盟の方からですね、前回、去年かな、盆踊り、ギネスに挑戦っていうのをですね、やって、なんと八尾市の世界記録にですね、6名だけですね、足りなかったというですね、もう本当涙涙の。ちょっと聞こえなかったんだけど、はい、もっと言ってくれる？くそ中野でですね、東京本土でギネスに挑戦っていうですね、こういう企画をやったんですけども、この、世界記録、ギネスの記録を持っている八尾市にですね、6名足りなかったですね。悔しい悔しい思いをしたんですけれども、それで主催者の、ね、方がもう心折れてね、もう次やるかどうかわからんって言ってたんですけど、半年経ってですね、年明けたらですね、いろんな方にご激励をいただいたらしくてですね、吉田さん、やりますから協力してくださいっていうですね、お話をいただきまして、よっしゃということで、次の、9月ですね、9月に多分、向けて準備頑張りますので、今回は団長も踊りに来てください。そうですね、私も以前は八尾だけが、ね、選挙区でありましたけども、今中野区も選挙区に、なるんじゃないかっていう話なんで、もうそういうところは私もね、手のひらを返したように、もう中野区に協力をさせていただきますね。これツイッター探偵団でもちょっと参加者募ったらいいかもしれないね、これ。そうですよね。詳細決まったらぜひね、詳細決まったらね、はい、吉田浩一郎事務所に集合してですね、はい、これちょっと皆さんやりましょうよ、スタッフさんちょっとそれね、ちょっと作っていただいて、僕らでね、運営しますんで、ほら、早速参加しようかなってチャット入ってますよ。ありがとう。はい、楽しみにしたいと思います。9月、はい、9月ね。9月ですね。9月というふうにおっしゃってました。はい。はい、私も被告市民と言われないようにですね、気をつけたいと思います。住民票はまだ八尾市にありますんでね。はい。
はい、それでは、ライブ冒頭の告知文を読ませていただきます。文化人2でも文化人メインチャンネルでやっているニコニコライブを行っています。文化人メインチャンネルと、ね、文化人2の両方を見れて月額490円です。そしてメンバーレベル2も、月額390円で、引き続き、続けていきますので、こちらもお楽しみいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日のお品書きです。本日は月曜日ということで1700人ルール適用、一般公開ライブは22時25分の時点で1700人視聴者超えていれば15分延長して22時45分までお届けさせていただきます。茂木幹事長に文春法、もしトラではなく多分トラ、岸田首相を社民党に評価される、メンバー限定ライブでは日本保守党公認候補第1号、国民民主自民との対決路線に舵というラインナップでお届けさせていただきます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは文春法、茂木幹事長にということなんですが、氷室さんのツイッター1番ですね、ちょっとこれ僕ね、文春まだ読んでないんですけれども、ヤフーニュースによりますと、1枚の領収書で2件支出をしていたと、茂木幹事長が選挙経費を二重計上していた、まあ、公職選挙法の疑いが出ているという、まあ、文春法のまあ、炸裂ということのようなんですが、まあ、備品と電気代、まあ、47,592円を、まあ、それぞれにちょっと違う科目で、計上していたようですね。で、まあ、いつも出てくるあの上脇教授ですよ、ね、自民党のご派閥を刑事告発した、この教授によりますと、候補者個人が選挙のために使う選挙運動費用と政治団体が日常的な政治活動のために使う政治資金は法的に全く異なるものです。前者は候補者である茂木氏の個人の財布であり、後者は自民党栃木県第5支部という政治団体の財布です。両者を一緒くたにすることは許されませんと。で、領収書が1枚しかなかったということは、どちらか一方の支出には支出は実際には支払われていなかったということになる。つまり手元に残ったお金が裏金になっていることを意味します。領収書を確認した上で、それに基づいて支出を計上しているということは決して事務的ミスとは言えないでしょうと、まあ、あとずっとちょっと続くんですけれども、まあね、まあ、確かに指摘は指摘でこういう指摘になるということなんでしょうけれども、まあどうなんですかね。まあ今このタイミングで悪質性がどうのこうのあるっていうことに言及はなかなかしていかなきゃいけないんでしょうけれども、まあ実態としては、まあ事務的ミスっていうのはあるという部分もあるんですけれども、ここはちょっと言葉を選ばなきゃいけないっていうところでね、すいません、副団長に振ってもいいですか。はい、はい、これはね、自民党に所属してらっしゃる長尾団長はおっしゃりにくいと思います。全く自民党に関係ない私から申し上げると、これは事務的ミスだと思います。まあ、私も自分の政治資金報告書書いたり、選挙 の、 報告書毎回きちんと書いてます。で、ただ国会議員、しかも自民党の幹事長ぐらいの方になると、まあ、多分僕なんかの政治資金よりも100倍ぐらい金額規模違うと思うんですけど、それは当然本人ではなくって、まあ頼んでる会計士さんとか、あるいは領収書集めてくるのは秘書さんとか、こういう中で選挙の中心になってやってる人と日常の政治資金の報告書をやってる人、多分全然別の人たちじゃないかなと思うんですけど、まあ、この領収書をね、どういうふうに取り扱うかっていうところで、まあ、間違ってこっちに計上したものは絶対こっち載せないっていう当たり前にその仕分けをするんですけれども、まあ、1枚ぐらい間違って紛れ込んでっていうことは、これ4万円って1枚ですよね。これはあることです。きっとあることですね。なので、多分本当にこんなことで、なんだろうな、いろんな地位を失うような、
覚悟をするような金額では全くないので、本当にこれは事務的なミスだと思います。ただミスだからといって、例えばよくね、あのネズミ捕りとか、あの交通違反の手出しますけど、あのたまたまあのミスしちゃったからといっても、やっぱりあの切符切られたり何たりするわけで、これはもうきちんと、定められた、法とか、あるいは自民党さんの、規則とか、そういうものに基づいて何らかの、処理処分が必要だと思うんですけど、まあ、これで幹事長辞任っていうような、あのもうまあ、3アウト、あの、あるいはこう3つも4つも5つもね、いろんなもん重なっていたら悪意を感じるかもしれませんが、時期は悪いですが、これだけで幹事長辞任ということには私はならないと、批判を浴びるかもしれませんが思います。ありがとうございます。なかなか言いづらいところをあの言っていただきましてありがとうございます。まあ、ミスだからといって済まされないっていう部分は、ありますが、まあ、これから気をつけましょうということで、まあ、早速あのチャット欄にもね、いやミスで済まされるのかっていう部分があるんですが、まあ、ここはあの度合いのところだと、思います。金額が多いからいい悪い、金額が少ないからいい悪いということではないですけども、その瞬間瞬間に、まあ、事務的ミスというのはあり得る、まあ、それが果たして悪質性のあるものなのかどうかっていうのはやはりあの調べた上で、対応していくことがあの肝要ではないかなと思いますね。これね、記事にあってね、多分視聴者の皆さん、代理の皆さん分かんなかったと思うんですけども、選挙中のお金っていうのは、例えば私が選挙に出るときに長尾隆個人の、まあ、要はお金として、寄付をいただいて、それを使って選挙中は1000万以内にあの収まりなさいと。あれ地方議員もそうですよね、区議会のときもね、吉田浩一郎候補という吉田浩一郎という個人の、まあ、選挙資金という形で一回入れると。そうするとその瞬間、まあ、特に国会議員の場合はあの選挙区支部と資金管理団体が2つあって、であと自分の個人の口座ってことになるんで、まあ、領収書がこれどこで落とすべきなのかっていうところで結構ね、あの煩雑な作業が待ってるんですよ。ただまあ本件についても領収書の宛先がどうだったのかっていうところは、まあきっちりとチェックすれば、まあ、こういう事務的ミスはあの起こり得ないというようなことで、まあ防ぐ、ことはこれからもできると思うんで、まあ私も、吉田議員も含めて、あの選挙中の領収書についてはしっかりと、管理計上をしていくことが必要だなと思います。はい、それでは多分トラ、2番3番ちょっと合わせていきたいと思いますね。今朝の、富士、あ昨日ですね、多分これね、2丁報道で私もこれ見てました。岸田首相はトランプ氏と互角に渡り合えるかと思うとの質問に思う 4%、思わない 91% の衝撃。誰も岸田氏にそんな力量があるとは思っていない、当然だと思うが、ここまではっきり数字として出ると唖然とする。次の総理総裁はトランプ氏と堂々と渡り合える人物を。関連3番で、高橋雄さんのツイッター、日本の解き方という、ま、コラムの中で、もしトラと言われるが今や多分トラ、バイデン政権の外交苦境で可能性大、日本は安倍氏の遺産が鍵ということであります。まあ、トランプ元前大統領がおそらく共和党の候補者になるということは、これ多分ほぼ、まあ、確実限りなく近いんじゃないかとも言われている。まあ、大統領選が11月にありますが、結構日本の新聞あるいはメディアもですね、もしトラ、もしトラっていう言葉がね、あの社会的にあの通用するぐらい、使われておりますね。まあ、もしトラになった時に、まあ、民主党支持者、米国のですね、あるいは日本政府やメディアの方は、まあ、なんかあの非常に多分トラに対してはネガティブキャンペーンをこう張る、
まあ、なんかちょっと前哨戦が始まっているような感じがしますが、2つ合わせて、副団長からのちょっと お見立てをいただけますか。はい、はい、いやこれ岸田さんはまあ対応、まあ、ちゃんと対応できないだろう、まあ、9割ってね、私ももちろんそう思います。もうもう考え方も理念も馬も合わないだろうなというふうに思うんですね。でただ他の誰かその、まあ、安倍トランプ関係みたいな関係を築ける人がいるかというと多分誰もいないですね。そうですね。世界を見渡してもその当時このヨーロッパの首相とか大統領が誰もですね、まあ、トランプさんとまあ仲良くなれなかったというか、渡り合えなかった。それでまあ、極物扱いだったもんね。そうそう。で、安倍総理は猛獣使いって言われたわけですよ。そう。もう奇跡の人だと思われていたわけで、いや、本当にそうだと思うんですね。もう、トランプさんと合わせられる、しかも合わせるだけじゃなくて、恋、媚びへつらうんじゃなくて、対等にですね、経済、軍事大国の、本当にプレート高いトップと、もう、なんか難しいことは心臓に聞けと。心臓なんて言ってるっていうような関係を築けるもう人はもうほとんどいないだろうなと。仲良くなれる可能性があるとしたら、まあ、麻生さんですけど、麻生さんとトランプさんちょっとねキャラが被る部分があって、ことによったらこう、なんていうかな、ぶつかり合っちゃうかもしれないっていうか、なかなか難しいな、安倍さんみたいな関係なりって本当誰もいないんじゃないかなと思うんですが、岸田さんも最も馬が合わない方だと。考え方がね、トランプさん多分岸田さんの考え方嫌いだと思います。という、ことで、トランプ、もしトラというかもう多分トラですから、日本は本当に国を挙げて、この、本当に、まあ、なんだろうな、突っ走っていく、怖い大統領とですね、どうやってこう、やり取りしていくか。で、しかも共同して独裁国家軍と、対峙しなきゃいけないわけですから、うん、本当にね、次の日本のトップは大事ですねと思います。ジャーナリストのね、皆さんおなじみの山口紀之さん の話によるとね、バイデン大統領は岸田っていう名前を口にしたことがないらしいんですよ、うんうん、プライムミニスターで総理っていう言葉は言うけども、で他の、まあ、国のトップのことについては、こういう名詞、名前を言ってる。まあ、岸田っていう言葉を一度も使ったことがないと。で、そういえば、副団長が今言ったように、トランプ前大統領の岸田票って一回もそういえば聞いたことないですよね。そのぐらいやっぱりちょっと存在感に欠けるっていう、そういうことですかね。存在感に欠けると思いますよ、ね、なんか空の変なことしか言わないわけですからね、うん、これ多分トラになったら日本はどんな影響を受けていくでしょうかね、予測として。はい、安倍さんがトランプさん就任当時、うん、初め言われていたのは日本はその軍事的にもフリーライで、でそして、うん、まあアメリカの市場で好き勝手やっているけれども、まあ、日本はアメリカ製品買わないと、まあ、こういうふうに初め言われていたのを、うん、安倍さんがですね、いやそうじゃないんだと、日本はその、日本の米軍基地も含めてこんなにアメリカと軍事的なね、うん、まあ、サポートをしているんだと、そして市場の問題についても日本側はこんなにやっていて、まあそのまあアメリカとね、経済的にそのまあ、両方が反映するように努力しているんだっていうことを一生懸命説明で、日本のその競争というか貿易はフェアなんだっていうことを一生懸命説明して、まあなんだ、トランプさんは日本についてその矛先、そんなに厳しいことをだん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 言わなくなっていったわけですよ、うんうん、その言わなくなっていった中には理屈でもそうだし、心臓の日本が好きだからっていうのも、もう多分にあったと思うんですね、うんうん、方は。なので、その部分がなくなると、またですね、まあ、元に戻って、日本はフリーライドしているとか、こういうその言説に戻っていって、それを、いや、違うんだよ、ドナルドと言える人がいないっていう辛い状況になると思いますが、うん、まあ、日本よりも矛先はもっと別の国々に向いているのは確かなので、まあ、その、
前より殴られるけど被害は少ない、こんな状況になるんだろうと思います。そうですね。いや、なかなかね、相手としては非常にこうパワーのある圧力のあるトランプ前大統領と、渡り合えたのは安倍元総理だけだったと本当にそう思いますね。やっぱりトランプ大統領に対するアプローチがすごかったですよね。で、やっぱりね、こう外交の現場にいた人のお話によるとね、安倍総理は公のその会議の時には、まあ、当然誰もちゃんとやるんでしょうけど、終わった後のね、例えば一緒に お茶を飲むとか休憩時間だとか、そういう時のその雑談がとってもね得意だったらしいですよ。なんか人に言わせるとね、まあ、私も英語はダメな方なんですけど、あんまりいい発音じゃないらしいんですけども、とにかくものすごく雑談、ティータイムの時、休憩時間にものすごくいろんな閣僚たちと話をする。だからゴルフの時もずっとそういう感じだったっていうことなんでね、やっぱりね、そういうところ、外交の舞台は必ずしもその、会議だけではないのでね、そういうところに多分長けていたお方なんだろうなと思います。大きなスパチャをいただきました。ちょっとせっかくですので紹介させていただきます。沢口さとみさん、いつも本当にありがとうございます。3200円スパチャと頂戴しました。ありがとうございます。先ほどイギリスの農家デモを見ていて涙が出ました。この国も日本人排除に進んでいますので、政治家も官僚もね、とにかく、見ざる言わざる聞かざるで、生きていきますわっていうちょっと複雑な、イラストのお顔を貼っていただきました。ね、本当にどうもありがとうございます。はい、それでは4番いきます。岸田首相がなんと社民党さんに評価されたということであります。カキコショップさんのツイッターですね。岸田首相、日本国民は外国人や性的マイノリティを差別している。大津橋裕子議員、正しい認識、政治家が不当な差別を言動している点にも触れてほしかった。社民党の副党首から評価される岸田首相、これで極左の仲間入りを果たしたと。そして5番関連で有本香織さんのツイッターですね。総理の例のメッセージに限らず、最近の自民党議員の中には立憲社民党の議員と見間違うような、言動の方も少なくないから、そういうことなんでしょう。はい、副団長いかがでしょうか。いや、その通りですね。まあ、岸田さんは本当に自民党の総裁辞めて社民党に移ればいいと思いますよ。で、その岸田さんについていくという方はどうぞ自民党を辞めて社民党に行ってくださいと。まあ、とにかくそれぐらいですね、なんだかわからない、日本人はいっぱい差別している人がいて、なんとかっていう変なメッセージですね、まあ、本当河野談話とか鳩山由紀夫さんと同じぐらいですね、本当にこう、日本人を差別した発言だなと思いますね。そうですね。あれ、首相官邸にね、貼られたビデオメッセージ、あとテキストも出てますけども、あれは本当に僕ね、講談話を超えちゃうんじゃないかなって思いますよ。まあ、あれはね、まあ、さっきも話した、ちょっと話に出した、ジャーナリストの山口のりきさんがね、やっぱり一番最初にとんでもないことをやってるってことを、まあ、ご自身が引っ張り出してね、いろんなところに火ついたっていうところなんでね、本当に見落とさずに、議論の対象になってよかったなと思います。で、まあ、外国籍でも公務員にってことで、まあ、ちょっとざわついておりますね。6番、白川司さんのツイッターです。帰化して公務員になるルートがあるのに、町役場がなぜ外国人採用をしなければならないのか、外国籍の職員は課長職以上になれないという制約があるが、これもいつまで続くのか不安と。これは朝日新聞の記事になりますね。日経三省に対して、まあ、夢が持てるってことで、これはですね、群馬県の大泉町、僕も何度か行ったことがありますけれども、ここはね、
まあ、外国の方多いんですよね。まあ、特にブラジル人が非常に多い中でですね、まあ、なんか北関東や先行した自治体などの状況はどうなのかっていうところで、なんか変に大泉町が妙な倹約になるのはちょっと本当に良くない影響があると思うんですけれども、副団長いかがですか、この流れについては。はい、もう本当に予想される、こういうことをやりだすからダメなんだという、まあ、典型ですね。もういろんなところが、まあ、左翼の日本をとにかく崩壊させたい人たちというのは、とにかくこの、国家と国籍というものを憎みに憎んで、とにかく国家を崩壊させよう、国籍というものをなくそう、もう日本を日本の国民のものではなくて、まあ、世界の人が勝手にこう、まあ、踏み荒らすところにしようと、まあ、こういうふうにですね、一生懸命やるわけですね。で、その中で、まあ、一番大事な、公務員、日本の公務員っていうのは、まあ、地方自治法でも憲法です、もうですね、全体の奉仕者っていうふうに、まあ、定められていて、この全体っていうのは日本国と日本国民のことを言うんですね。ですから、中野でもこの大泉、町でもですね、区役所の職員、あるいは、町役場の職員というのは、その町のために働くんじゃないんですよ。全体の奉仕者であれと、地方公務員法に定められて、それは日本国と日本国民のために働くということなんですけども、うん、まあ、こういうさまざまな、国単位で法律が定められ、あるいは、税金も国単位で徴収し、福祉も 国単位で行われ、これがもう、国際社会の基本的な姿なんですけれども、これをとにかく何とでもぶっ壊したいという人たちが、こういうことをやっていく、これは別に大泉が最初ではなくて、まあ、都道府県の中でも今11ぐらいかな、都道府県庁の職員の国籍条項を外してしまっているという、とんでもない、自治体がいくつもあるんですけれども、こういう動きがどん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 進んで、それが当たり前でいいことだみたいになるとですね、外国人参政権だとかですね、そういう動きにどん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 、日本国民の固有の権利がですね、もう60億人にばらまかれると、60億人で日本の1億3000万人の未来を決めようと、こういう国の仕組みに変えていかれてしまう、なんとしてもこれ断固、これを阻止しなければいけないと思います。そうですね、国民保護法にも影響がありますよね。そうです、そうです、もちろんです、ね、もちろんです、はい。まあ、やっぱりいざね、武力攻撃自体でないと、国民保護法のスイッチが入らないという、まあ、妙な立て付けになってますけども、いや、武力攻撃自体で国民保護法の発出があってね、公務員の中に、例えば敵国の人間が公務員やってちゃんとね、地域住民を逃がすかっていうね、いや、必ずそれはね、そこがあるんじゃないかっていうね、問題があると思います。はい、ここで悲しいお知らせでございます。22時25分の時点で、1620人、さっき私がカウントした段階では、80人ちょっと足りませんでした。ということで、はい、残念ながら、本日の、一般公開ライブは22時30分までということにさせていただきたいと、思います。まあ、言い訳ですけど、3連休の最終日ですからね、はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、まあ、ちょっとまだあと2分あるんですけれども、うん、ただ本当にね、これ例えば中野区やなんかでもやっぱりさっきちょっと出た外国人地方参政権の話というのは、常日頃やっぱりある一定のレベルまで議論がくすぶってるっていう、そういう状態ですかね。まあ、中野に限る、まあ、中野ではそういうふうな、まあ、勘違いをした住民区民が多いのは確かですね。非常にこう左翼のシャワーを浴びている自治体があるので、で、先ほどその、公務員の、外国人問題、一番私が現実的に心配なのは、やっぱりその中国国籍の人がですね、国防動員法とか国家情報法とか、はい、共産独裁中国の法的責務を負った国籍のままですね、中華人民共和国の国籍のまま、
そのまあ中野でも、国でもいいですよ、どこでも、まあ国籍条項を撤廃して、さまざまなところに、まあ入ってきてですね、まあ、数用な、情報とか、そういうものにアクセスをする。前にその、パスポート の, あの発給業務のところで、まあ、中国の人が、盗聴器まで仕掛けてですね、住民情報を、まあ、盗んでいたという事件がありましたよね。そういう逮捕されましたよね、はい、うん、そういうことがその大泉町でもどこで もう日本中で起きるということですよ。これをなんで心配しないのか、この国籍条項を撤廃するという判断をした自治体は本当にアホだと思います。パスポートはね、今自治体で取れますからね、今副団長がお話になった案件って確か手書きでなんか情報を盗んだっていうね、そういう報道が記憶にありますけれども、はい、30分となりました。本日、一般公開ライブ以上とさせていただきます。一般公開ライブ、ご視聴いただいた団員の皆さん、また明日よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。